アトラス。アトラス。皆々様方、大変ご無沙汰しておりました。不祥事のエリザベス、再び皆々様のお心を頂戴しに参上しやがりましてございます。姉上、そのセリフは別の方々のものです。皆様、お久しぶりでございます。私、ベルベットルームより参りました、テオドアと申します。なんと、この度満を持して私たちのお客様ほか皆々様が盤上に大集合ということに相なりました。はい、ついにプレイステーション4への進出を果たすわけですね。もちろん PS ビータとやらにも。ご覧くださいませ、なんと、まあすらりと伸びた魅惑の獅子やら、プルンプルンのナイスバーディーやらが荒ぶり尽くしての朝までフィーバーないエッパーリーないでございます。皆様の新たなお召し物もお目見えですね。気品を感じるものから愛らしいものまで、新たな魅力が開…まあ、なってフラッチな手をいけません。そのような視線でお客様を見るなど、我々にあるまじき恥ずべき行為。いえ、姉上、フラッシュというか、私断じてそのようなハレンチなことは。あ、姉上ご覧ください。十人十色と申しますか、皆様それぞれご自身の個性を発揮されていて、最高の輝きを放っておられます。まあ本当私がぜん天上げパリピのイエーイからのウエーイ。姉上、今宵のステージは月明かりの舞踏会だったりするのかも。色とりどりそれぞれの輝き放つ Dance with me tonight。 あなたと私でムーンナイトなのでしょう。あの、姉上、いけない、私としたことが。テオ、そろそろタイトルコールです。おまとめなさい。私がですか。では、ペルソナ3ダンシングムーンナイト、2018年5月24日発売です。予約受付中でございます。3ダンシングムーンナイト、ペルソナ5ダンシングスターナイト、セットを予約購入していただくと、そんなまさか、プレイステーション4でプレイできるペルソナ4ダンシングオールナイトがついてきてしまうなんて。なんてことなの、こんな出血大サービス。ところで姉上、一生懸命こちらをご案内してまいりましたが、我々の出番はあるのでしょうか。知りません。